11月24日、平井駅周辺で環境を良くする運動、小松川平井地区大会が行われました。この取り組みは、交通安全や防犯、喫煙マナーアップなどを PR し、町の環境や安全を高めていくことを目的に毎年開催されています。今日はですね、大勢の皆様にご参考いただき誠にありがとうございます。環境を良くする運動でございますけども、15団体の皆様にご協力いただきまして活動しているわけでございますけども、どうか皆様におかれましては今後とも末永くよろしくお願いを申し上げまして、私の御礼のご挨拶をさせていただきます。環境を良くする運動といえば、やはりまずは犯罪の少ない町というのがテーマになってくるんですけれども、江戸川区毎年毎年犯罪が減ってどんどん住みよい町になってます。こういったこともですね、皆様のおかげでございまして心から感謝を申し上げます。そして皆さんと一緒にスクラムを組んで小松川平井地区が今よりも安全安心の街になることを目指していければというふうに思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。式典に続き参加された皆さんは駅周辺での PR 活動に取り組みました。さまざまな啓発活動に加え清掃活動も行われました。こうした活動を通して地域みんなで住みやすい環境づくりを続けていきたいですね。